皆さん、こんにちは。こんばんは、マティーン。大ム役場、金太拓です。現役時代の根本理工さんと、監督時代の根本理工さん。そんな根本マジックの凄さをいます。確かに根本理工さん選手をキャッチャーとして起用したが、あまり活躍できなかったそうではございました。確かに残念でございます。はい。がっかりしております。はい。えー、引退後は、近鉄のコーチ、広島のコーチ、監督を務めたそうでございます。その後、実は根本マジックを発生したのは西部時代。 タオや、まあ、B クラスに沈まったものの、やはり選手の手腕、今後の優勝につながる方法はいいと思います。伊藤つさんを西部の高校転校。あとはまあ、タオさんや平野健さんトレードで獲得。さらにいろいろありましたね、西部時代。そして何よりソフトバンク時代次期監督を、王さんを説得する、その動きがあったそうです。あとは大道選手を我慢強く起用したそうでございます。大道野木義さん。 他にもアマチュア選手、井口、国母、松中選手の獲得が、城島健二、駒沢大学に進学決定したが、結果的に、強制に入って、さらに本間光さんも獲得したなど、本当に根本マジックは本当にすごいです。実は野球の殿堂入りを果たしたそうでございます。いやー、根本陸王さんは本当に上。実は根本陸夫さんはお亡くなりになりましたね。ソフトバンクその時優勝した年にお亡くなりになりましたね。あの、福岡に転じて、はい。いやー、驚きました。以上です。バイバイ。